一つになろう。飛び出せゲート、俺らがヒーロー。人生は一度、見逃せねえぞ、ここがスタート。全世界へと届けようぜ声を。ザ・ピンク、リアルストーリー。今回はみんなから愛された男の最後の日に密着。小田治マネージャー、勤続25年、真面目にしっかりと仕事をこなしてきた男。独立し割烹料理店を開くことが決まり、ピンクを卒業することとなった。そしてこの日が治マネージャーがピンクで働く最後の日。平日にもかかわらず、たくさんのお客さんが駆けつけ、治マネージャーの卒業を祝った。治マネージャーと共に働いていた元スタッフもサプライズで登場。治マネージャーたっての希望通り、最後はシャンパンタワーで卒業に花を添えた。25年間一緒に働いてくれて、そして今夜卒業となります。すごい数のシャンパンが届いております。治マネージャー、25年間お疲れ様でした。営業終了後、ダンサー、スタッフ、お客様が残り、打ち上げが行われた。お疲れ様でした。乾杯。
腹減ってると思いますので、おさむさんとあの写真撮りたい方とかはおさむさんと下向いていただいて、みんなそれぞれ別れを惜しみながらも、おさむマネージャーと最後の時間を過ごした。ここでサプライズのお別れメッセージ VTR が流される。おさむさん、本当に今まで、ありがとうございました。そして七浦隼人から直接おさむマネージャーへ感謝の言葉が送られた。長い間、僕を支えてくれて本当ありがとうございました。今回ね、25年間、散々応援してもらって、そばで頑張ってもらったんでね、次は僕が、おさむのサポートに回る番。今回ちょっと逆やね、割烹だっていうお店の、僕がおさむをサポートする番になって、信用できる仲間とか友達って普通はできないと思うんですが、この年いってもこうやってずっと一緒になれるおさむを誇りに思います。みんな全力でちょっとおさむの格好料理応援してほしいです。本当に感謝しかないです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。高校を卒業してから、林さんに電話していただいて、ずっとこうやっていろいろやらせてもらって、まあ、芸術のも電話していただいて、芸術者はずっとこう僕の中ではこう太陽みたいな人で、すごい暖かくていつもほんまにありがとうございました。僕はもう25年働いて、もう一丁、それに挑戦しますか。そこも応援していただけたらなと思います。皆さん、本当にお世話になりました。これからも、僕は、僕なりに頑張っていくんで、お願いします。ありがとうございます。よー、かっこいいぞ、みんな。ありがとうございました。ありがとうございました。別に怒ってなんかないよ、ただお前の諦めた姿が嫌いなだけ。下を向いていないで、次は頑張れよ、結果より気持ちだと選び、みんなから愛された男。最後は盛大に送り出され、ピンクを卒業した。
今日はピンクダンサーズのメンバーにインタビューしたいと思います。こんにちは。今何やってたん？レッスンしてました。名前は？あやです。ピンクに入ってどれぐらい？1年ぐらいです。ピンクの前は何やってたん？ホワイトニングの営業とアイスエアしてました。なんでピンクに入ったん？何かしたいなって思ってた時期で思い切って応募しました。ピンクに入って給料上がった？上がりました。ぶっちゃけ不満ない？不満ないです。逆になんかいいところある？みんな仲いいし、先輩たちみんな優しいとこです。目標は何かある？先輩たちについていくことです。後輩できた？できました。面白い後輩できて仲良くなって、ご飯とかもよく行くようになりました。今メンバー募集中やから後輩入ってくると思うけど、どんな子に入ってきてほしい？素直な子に入ってきてほしいです。ピンクでお待ちしてます。プロフィールに詳細貼ってます。